はい、こんにちは、団長です。今日は2021年8月13日の金曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまずですね、日経平均です。はい、13日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続落し、前日比37円87銭安の 27,977 円15銭で終えたということです。前日に新型コロナウイルスの新規感染者数が過去最多を更新し、景気への影響を懸念した売りがやや優勢だったということですね。アメリカの半導体関連の銘柄の下げを受け、値傘の半導体株が売られたのも相場の重荷となったということです。はい、朝方は小高く始まったということで、ダウのですね、平均が連日で最高値を更新したことや、ハイテク株の比率が高いナスダックの総合指数が3日ぶりに反発したことが支援材料となったということです。ただ一方でその後はですね、前日の終値を挟んで動きは鈍かったということですね。週末とあって午後に入ると持ち高を一方的に傾ける動きが一段と限られて、日経平均は横ばい圏で推移したということです。はい、当初一部の売買代金は概算で2兆3208億円ということで、売買高は9億9210万株だったということです。当初一部の値下がり銘柄数は1031と全体の約5割弱、値上がりは1042、変わらずは115銘柄だったということです。はい、では早速チャートの方を見てみましょう。逆パンパカパンからですね、一旦緑と赤が完全にクロスしましたね。で、今日の終値自体も、27,977 円ということで、28,000 円を軽く割ってきたかなといったところですね。ただし一方でここですね、完全にすぐ逆下半身にもまだなってませんので、一方的に下げるということも言えなさそうですし、はい、この後ですね、軽く上昇していくこともですね、なかなか難しいかなと考えております。という形になりますので、来週以降はですね、団長の予想としてはここですね、横ばってくるのではないかなと考えてますね。で、横ばってくるとおそらく移動平均線ですね、紫と青と赤と緑が集中してくるといった形ですね。この辺りのような状況、もう一度こういった横ばいが生まれて、その後ですね、大きくどちらかに触れるかなと考えておりますので、今はですね、比較的ニュートラルな形で日経平均見ていった方がいいかなと考えております。はい、ということでですね、今日もですね、個別銘柄については日経平均とですね、同じような動きをしている銘柄もあるんですが、またですね、個別的に動いている銘柄もありますので、そちらの方をですね、注目銘柄として取り上げさせていただきましたので、ご紹介していきたいなと考えております。はい、では早速行ってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は1911の住友林業ですね。住友林業については少し引きの形で見ると、これほどですね、ずっとパンパカパンでした。綺麗な状況で上昇してきて、2500円に一旦ですね、頂点当たった後ですね、ずっと下落してるんですね。一旦2000円で下げ止まってます。2000円が結構ですね、価格の節目として効いてますね。という形になりますので、2000円が節目となって一旦下げ止まって少し拡大します。はい、拡大しました。2000円が底をついた後ですね、軽く上昇してるんですが、その後ですね、また急回復しないといった形ですね。ほぼですね、横ばってきてしまって、今ですね、移動平均線がついに逆パンパカパンになって、下半身が出てきた、逆下半身が出てきたといったところになっております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりですね、2000の節目、分かりやすいような形でチャートパターンになっているかと思いますね。という形になりますので、引き続きですね、2000円を割れば次はですね、青のですね、60周移動平均線が待ってはいるんですが、なんとなくですね、これ、ずっと上がってきた銘柄ですね。ここから数えると、はい、ここまでですね、40周といったところです。ここから数えると、ここですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、相葉先生の9の法則で一旦上げ止まってですね、下落してきてるといった形ですね。ここまで上がった銘柄についてですので、もう一旦ですね、ずっと下がってきてもおかしくないかなと考えております。という形になりますので、住友林業についてはですね、次の2000円ですね、ここの節目をしっかり見ていく必要があるかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3064のモノタロウですね。モノタロウについてはずっと上昇銘柄だったんですが、ここですね、この辺りから下落してきているといった形ですね。一回上昇して下落して、頂点3500円をつけて、また上がって下がってきていると、サンソンのような形で、ヘッド&ショルダーですね、の形で一旦下落して、その後ですね、軽く上がるんですが、またですね、下がってきて、
前の安値を割り込んできたといったところまで来てます。少し見づらいですが移動平均線ですね、下上から紫青緑赤の逆パンパカパン完成したといったところで前の安値を割ってきてますので、ここですね、モノタロウについては絶好の売り銘柄になってきているのかなと考えております。来週以降もですねこちらずっと追いかけれるような気がしますね。上から数えて 1,2,3,4 といったところに来てますので、ここでですねエントリー、少しですね本来であればここでエントリーするのがベストですね。ここで前の安値も割った逆下半身完成の逆パンパカパン完成でしたので、ここでエントリーしてこの後ですねこれを取っていくといった形が良かったかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は5423の東京製鉄ですね。東京製鉄については1200円の節目ですね、こちらが効いてるかと思います。今ですね移動平均線パンパカパンになりました、という形になりますので来週以降ですねこちら抜けると強いかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと移動平均線ですね、下から紫青緑赤綺麗なパンパカパンですね、一旦大きく上昇して下落してそこから押し目買いが入ってきているといった形ですね。次気になるポイントとしてはやはりこの前の高値ですね、このあたりをしっかり抜いてくるかどうかといったところが非常にですねポイントになってくるかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4912のライオンですね。ライオンについては今ですね逆パンパカパンになってはいるんですが、少しですね月足で見てみましょう。はい、月足です。月足で見てみますと移動平均線ですねパンパカパンで上昇してきて、この辺ですね15年16年17年ですね、勢いよく上昇してきて完全に今横ばってここですね一旦、コロナショックでですね大きく下げました。この時点でここまで大きく下げた後に再度ですね復活を見せるんですが、またですね今そこまで戻ってきてしまっているといった形です。ここの時点での一番最安値ですね1767円です。で今の時点が1791円といった形になっております。日足に戻りましょう。はい、日足ですという形になってますので、ライオンについてはですねここ1800円がですね安値というような判断がされて1800円をもう割らないぞといった雰囲気があった後にですねポンと上昇してくると、そこでですね一旦買うと、なかなか面白い動きになってくるかなと考えておりますので、ライオンについてはですね逆下半身がついて1800円割ってしまえば売りでエントリーで、その後ですね下半身つけて、上昇トレンドに乗っていきそうな感じがあれば、買いでですね、攻めていきたいなと考えておりますので、来週以降のですね動きに注目したいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9900の相模チェーンですね。こちらも何度か団長ニュースの方でご紹介させていただいてて、1000円をですね割ったらエントリーしようかなと団長見ててまして、ここですねここで1日1000円割ったんですが次の日陽線でした。なので団長エントリーできないといった形になってまして、その後ですね今ずっと上昇してますね。前の高値にちょっと揃ってきたところまで来てます。移動平均線ですね紫と青が綺麗な形で赤と緑に吸い寄せられるように下がってきてますね。下がってきた中でもう少しするとここですね上昇に切り替わるかなといったところの雰囲気あります。1000円で底張ってるというようなここですね判断がされた後ですね上昇していくのであれば紫抜けもありかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみましても、紫青緑赤のダブル逆パンパカパン中ですねといった形にはなっているんですが、やはりですねこちら1000円をもう割らないぞという雰囲気も出てきてますので、相模チェーンについてはですね1000円を割らなければ一旦上昇トレンドで見ていってもいいのかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いては団長の追跡中動画です。続いての銘柄は1332の日本水産ですね。こちらについては、パンパカパンです。ずっとパンパカパンで上昇してきたんですが、一旦ですね上髭頂点をつけて下落してきてるといった形になりますので、日本水産についてはですね次の下半身が出てくるのを狙っていたいなと考えておりますという形の中で、今日ですね一旦緑の20日移動平均線ですね、こちらに刺さるような形で下髭が出てきて一応陽線つけてますので、来週以降ですね再度下半身をつけたら買いのエントリーをしていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4536の三点製薬ですね。三点製薬については団長はですねこの下半身ですね、
向を見てエントリーしてて、今ですね少し、横ばってきてるかなといったところですね。移動平均線は綺麗な形のパンパカパンになっておりますので、まだですね利確ポイントではないかなということでキープしてます。下から数えて 1,2,3,4,5 というところですね。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、綺麗な形で日大が決まったといったところですね。この時点で日大が決まるかどうかということで、週末のですね、団長ニュースの方でお送りさせていただいてまして、先週ですね、しっかり狙ってたらしっかり取れたといった形になってますので、こちらについてはですね、相葉先生の日大が決まった形になっているかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8591のオリックスですね。オリックスについても先週の金曜日ですね、注目銘柄として取り上げさせていただいて、しっかりですね2000円を抜けてその後上昇しているといった形に来てますね。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと完全にですね上抜けしました。下から紫青緑赤のパンパカパン完成してまして、やはりですねこの辺り、ここだと、ここですねまだパンパカパンじゃないんですね。でこちらもパンパカパンじゃない、でここに来るとパンパカパンになったということで、さらにですね、上昇できるような準備が整ったということで上昇しているのかなと考えております。あとはですねこちらについては玉を持っている方であれば、いつもの通りですね2100円の価格の節目に注意をして、陰線ですね、2日連続陰線出てくる、もしくは逆下半身が出てくるまで持ってもいいかなと考えておりますので、こちらオリックスについてはですね引き続き買いポジションを持っていっていいかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は7762のシチズン時計ですね。シチズン時計については間もなくパンパカパンといったところですね。はい、団長はですねこの下半身を見てエントリーして、今ですね少しだけ利益が出てるといったところですね。3日連続陰線出てますので、本来であればそろそろ手締まいしてもいいかなといったところなんですが、まだですね赤の移動平均線が上向き加減になっているといった形と、あとここですねパンパカパンになるというところを期待して玉を持っているといった形になっております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3038の神戸物産ですね。神戸物産については昨日のですね団長の解説動画の方でご紹介させていただきました。リスナーさんがですね注目している銘柄になります。団長はですねなかなか4000抜けないのかなというふうに見てたんですが、あっさり抜けてきましたね。今日大幅上昇してます。始め値が3960円で、終わり値が4085円といった形になってますね。これで完全に前の高値抜けてきましたので、やはり神戸物産強いのかなと考えております。週足で見てもパンパカパン状態ですね。これでダブルパンパカパンで最高値ですねずっとつけてますので、ここはですねこれ抜けたところですね、ずっとこの辺から買ってる方ですね、大きな利益出てるかなと思いますので、どこかで売りが出てもいいのかなとは思うんですが、やはりですねこういったダブルパンパカパン状態の時は、素直にですね買い玉を持ってトレンドフォローしていった方がいいのかなと誕生は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1963の日記ですね。日記については、ここですねもうそろそろ手締まいかなと思った形で見てたんですが、やはりですね昨日の時点も緑ブロックを食らったという判断をしてましたので、団長はですねまだ売り玉を持っているといった形です。で今日ですねしっかり逆下半身つけたといったところで、これでですねまた逆パンパカパンの中の逆下半身発生という形なので、引き続きですね売りポジションを持っていきたいなと考えております。今日の終わり値が972円で、こちらのですね安値のところで、974円といった形なので、一応ですね最安値、ここのチャートで見えている中での最安値にまた日記についてはなってきているかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4188の三菱ケミカルですね。こちらについては昨日の時点で前の高値ですね950円の節目かつ高値抜けをしたといったところで、団長はですね今回、寄り付きエントリーしました。今日はですね陰線でしたが、まだパンパカパンになってて赤の移動平均線よりも上にありますので、気にせずですねキープしていきたいなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと紫と青ですね間もなくクロスするといった形ですので、間もなくパンパカパン状態といった形になってます。この形で抜けてきて来週以降ですねまた上昇していくと、日足週足ともにパンパカパンのダブルパンパカパンになりますので、三菱ケミカルについては上昇トレンドで引き続き追いかけていきたいなと考えております。
はい、以上今日は2021年8月13日の金曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。ここですね、逆パンパカパンが一旦終わってますので、日経平均についてはですね、買いとも売りとも言えない状況になってきてるかなと考えております。引き続きですね、横ばってくるかもしれないかなというところになりますので、ぜひともですね、来週も団長ニュースの方でですね、追いかけていきたいなと考えておりますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いします。またですね、いいねボタンやコメントなどもですね、お待ちしておりますので、ぜひともですね、そちらもよろしくお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。